はい、レザースジャーニーのニコです。こんばんは。レザークラフトやってますか？うん。いつも YouTube 見ていただいてありがとうございます。今日はですね、レザークラを向いてる人、レザークラに向いてる人と、まあこんな道具があれば、大体できますよっていう、お話をしようかなと思ってます。よろしくお願いします。今日はね、うちのワンちゃんが、うちの娘さんがね、来ててね、ずっとこっち見てます。こっちおいでよ。はい、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、よいしょよいしょ。はい、こんにちは。こんにちは。うちの娘カチナです。はい、座っといて。たまに、まあ、カットがね、この近所でやってるんで、それの時は連れてきます。で、早く帰ります。あ、座ってる。じゃあやります。すいません。ですね、レザークラに向いてる人、まあね、これね、ぶっちゃけ皆さん向いてると思います。レザークラを始めようと思った時点で向いてるっていうことちゃうかな。うん、そうじゃなかったらね、レザークラやろうというふうにはならんと思うんで、これを見てはる人はこれにたどり着かへんかったと思うんで、皆さん向いてると思います。でその中でもね、僕が思うにっていう話なんですよね。レザークラをなんで始めたかっていう、そう、まあ一番多いのは多分世の中に売ってるもんがあまりその自分のそのピンとこなくて、高くて、ほんで自分で作ってみようっていう人が多いと思います。僕はそうでしたね。うん。でプラスアルファ、誰か大切な人にあげたいなというのがあってやってはる人、うん、多分そんな感じだと思うんですよね。あとなんかね、副業、例えば今仕事をしてて、お金が足りひん、これ以上の収入を増やしたいというのは副業目線で考えてレザークラを始めようっていうのはなかなか言ってないと思うんですよね。うん、なのでね、多分その2つぐらいが一番多いんちゃうかなと思います。でね、その時点でね、向いてると思います。うん、レザクラって、なんて言ったんやろうね、革物って世の中いっぱいあるじゃないですか。でレザーって高いじゃないですか、基本的に。なのでね、なんて言うんやろう、なかなか売れにくいし、世の中にそのあんまりね、必要とされへんような仕事、うん、その食べるものみたいな感じで、そのまあ贅沢品ですよね、になると思うんですよ僕は。でもそこを考えんと、自分が作りたいものを、自分が欲しいものを作ろうとするでとか、例えば大切な人にこんなをあげたくてやり始めるね、上司彼女とかに、例えばカードケース、友達とかね、ねあげるとか、例えば財布とかキーケースとかね、あげるとか、うん、そういうのってプライスレスじゃないですか。そういうのがそういう気持ちを持ってはる人が一番その向いてるなと思います。そこからどんどん作ってって、いつかまあ今やったらね、メルカリ、ヤフオク、いろんなものがあるんで、そういうのに出してって、ちょっとでもお小遣いになっていたらいいなと思います。うん、でそのための僕は橋渡しの動画やと思って作ってます。うん、やっぱりね、大切な人、自分のものと作っててもやっぱりいつか数がね、限られてくるんで、それじゃあせっかくね、道具とかこの後でお話しますけど、道具やっぱりちょっとお金かかるんでね、革自体も資材が一番高いんで、もったいないじゃないですか。なので、そこからお金にするのがいいんちゃうかなと思ってます。でね、道具なんですけど、基本的にね、そんな高いの僕はいらないちゃうかなって思う派です。まあ持ってるっちゃ持ってますけど、僕使ってないんですよね。いろいろそのやっぱりね、僕はプロなんで、いろいろそのお金ができ余裕ができてからいい道具とか買っていったぐらいなんで、ほんで使ってみたけど、これやったら別に安いのでいいなっていうのを僕は基本的に、うん、
そうやって思ってしまうんで、安い道具ばっか使ってますね。はい。で、大体ね、8つぐらいで十分楽しめると思います。その8つっていうのがね、僕もその、ベースの方で、レザークラーセットっていう8点、8800円で出してるやつがあるんですけど、ほんまにこれでいいんちゃうかなと思って。ゴム板、あの、革を切るときのゴム板ね。あと、木槌、ハンマーね。で、丸槌。僕はその手縫いなんですけど、穴を開けるやつ。あの、なんていうの、千枚通しみたいなやつ。で、ヘリ落とし。まあ、これが、その、革用で、レザークラでしか使わへんようなやつですよね、ヘリ落とし。革の角を落とすやつ。で、ステッチンググルーバー。これはね、糸を縫うときに、糸がやっぱね、あっち向いたりこっち向いたりすると、やっぱり、なかなか売れないと思います。なので、その糸目を、綺麗に見せるための道具に当たると思います。うん。本当はね、擦れへんように水を掘るとかいう意味もあるんですけど、あとコーンスリッカーって言って、革っていうのはやっぱりね、貼り合わせていくんで、横がね、ガサガサやったり、段がいっぱい出てたら、あまりかっこよくないんですよね。そこも見られます。糸目との間、そこも見ますよね。で、それをきれいにツルツルピカピカにする、コーンスリッカーです。で、僕が使ってる糸が合成飼料ってやつ。動物のアキレス腱みたいな、剣みたいな雰囲気のやつですね。で、丸針。まあ、これを縫う針、丈夫なやつね。大体これ辺でね、何したいの？はい、おいで。で、まかなえます。で、これプラス革っすよね。革はね、本当は半サイで買う方がいいんですけど、やっぱり最初ね、どこまでやるか分からない。半サイで、まあまあ3万とか、5万とかするぐらいなんで、ほんで、ね、3メーター、3メーターぐらいあるんで、大きいっすよね。なので、まあ、その、歯切れと呼ばれるカットレザーとか、なんですけど、やっぱりね、難しいっすよね。カットレザー、専門店とかやったら、いいカットレザーとか、出してくれるんですけど、歯切れっていう感じでカットレザーを出してると、あ、ちょっとすみません。はい。はい、そうね。すみません、郵便物が。歯切れっていう感じでカットレザー出してるとこは、裏がね、もうね、ガサガサなんですよ。そういうのはね、なかなか、この行く前の動画で見て、それはあれか、メンバーシップの方か。ガサガサのやつっていうのはね、破れやすいんですよね。ちょっとすみません。そうなんですよね。本当はやっぱり、見に行って買うのが一番いいんですけど、カットレーザーで販売してるとこで見に行って買えるとこって確かにないんちゃうかな。それするとちょっと難しいんちゃうかな。そうなんですよね。で、ねって感じなんで、まあだから多少ね、ギャンブルみたいなとこはありますよね。で、まあうちもね、歯切れセットっていう感じで売ってるやつとカットレザーっていう感じで売ってるやつがあります。まあこれは僕が使ってる革なんで、カットレザーの方は僕が本ちゃんで使う方の革です。ちょっとすいませんね、うるさいですよね。母ちゃんおいで、うるさいよ。お仕事中。はい、そう、カットレザーっていうので僕ベースに出してる方は、僕がそのまま使えるような、バシッと決まった革を出してます。で、歯切れセット、歯切れセットっていうのは僕が使わないとこやけど、まあ、それでもね、なんか小物とか使える、作るには全然使えるぐらいのものをその60サイズ段ボールにいっぱい入れて売ってたりもします。うん、なのでね、まあ、あと革でしょ。んで、カラー。僕みたいに手染めこういうのとかね、塗る場合はカラー剤。カラー剤はね、この動画バーって遡ってもらえばいっぱいあるように、まあ、いろいろね、ありますけど、僕はリゼットさんと、プロタイっていうとこを使ってます。
でね、これは僕うちでは販売してないんですよね。お店の方は販売してるんですけど、ネットショップの方では販売してないです。でこれはね、そうだね、僕のその動画を見てこの色はいいなと思ったら Amazon とかでもう売ってるんで、そういうので買うのが一番その間違いないかな。うん、あの辺はブレがそんなにないっちゃないんで、うん、って感じで、あの揃えていただいて、だから1万円2万円ぐらいあれば揃いますよね、全部で。まあキーケース、カードケース、そういうちっちゃいものからだんだん大きくしていく、財布とかね、カバンとかにっていう感じでやった方が、あのよりこう、あの効率的に、うん、作っていけると思うんで、ぜひ皆さん、ね、夏休みとかでも、レザークラフト楽しんではどうでしょうか。うん、こんな感じで、今日はありがとうございました。では。